全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤッキンです。先日ですね、こちらナトゥーラの小型オイルランタン紹介させていただいたと思うんですけど、小型でね、当キャンパーでも持っていけるサイズのオイルランタンなんですけども、今回はこちらのカスタムパーツですね、カエホヤアンバー色っていうのをね買いました。ちょっと中見ていきますね。はい、こんな感じの、ちょっとねオレンジがかったというか茶色がかったというか、ちょっと色がついて模様もついたホヤですね。これは1430円で買います。結構ね、ナトゥーラってこのカスタムパーツもいろいろね売ってまして、これも純正のホヤなんですけども、今回こちらを取り付けていきたいと思います。ではまず、外していくわけですけども、はい、割とね簡単に取れるんですけど、取り付けが完成しました。じゃあ早速ね、実際に明かりをつけて見ていきたいと思います。はい。ちょっとアンバーがあると中の芯が見えにくいっていうのはありますけど、まあ見えなくはないですね。はい。ああ、綺麗。綺麗ですね。ちょっとでも。火がでかい。ちょっと火は絞りました。いいね。やっぱホヤあった方が雰囲気がいいですよね。こんな感じね。若干あったかくてね、綺麗ですよね。ずっと見てられるな、これな。で、なんかマントルがあるようなランタンとかだと結構扱いが難しかったりするんですけど、こう芯が出てきて芯に火をつけるタイプのオイルランタンっていうのは扱いもすごく簡単ですし、手軽に使えていいんですよね。で、こういうね、今回ホヤ、オレンジ色のホヤですごく綺麗なんですけど、今回これをカスタムしてみました。で、またね、ちょっとこれちょいちょいね、いろいろカスタム今後していこうかなと思ってますので、ぜひね、また楽しみにしてみてください。これ結構本当おすすめなので、ナトゥーラの小型オイルランタン、ぜひ買ってみてください。以前出したね、ナトゥーラの小型オイルランタンの動画も概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。では今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。